信号無視をする少年に起きた怖いお話、信号無視少年。赤信号だけど行っちゃえ。バカ野郎この野郎、危ねえだろこの野郎。あっぶねえ。でも余裕余裕、俺車避けれるし。最近信号無視してる子供が多いらしいけど、あんたしてないわよね。俺車避けれるし。何バカなこと言ってんの。交通事故にでもあったらどうすんの。信号は守りなさい。次の日、昨日さ、信号無視したらトラックに轢かれそうになっちゃってさ、超危なかったけどギリギリで避けてやったよ。何それ超ウケる。たけし君、危ないから信号無視なんてやめて。大丈夫大丈夫、俺車避けれるし。何それ超ウケる。たけし君ダメ。たけし君に何かあったら私どうしたらいいの。分かったよ、 A 子がそう言うならやめとくよ。何それ超ウケる。その夜、ああやっぱり幼馴染の A 子好きだわ。 A 子も俺のこと絶対好きだよな。たけし君、よし今から告白しよう。はい、もしもし。あ、A 子、ちょっと大事な話があるから今から家に行っていい？大事な話？うん、わかった。気をつけてきてね。ああ、早く A 子に会いたい。あ、信号、赤か。まあいいや、行っちゃえ。たけし君。生きてる。よかった、生きて A 子に会える、 A 子に告白できる。よし、この勢いでプロポーズでもしてやろう。はーい。あれ、たけし君、おばさん A 子は？ A 子ならさっき信号のところまでたけし君を迎えに行くって出て行ったわよ。え、信号？みんな、信号無視はしちゃダメねばよー。